何者かわからないものみたいなものって別に大事にしなくてもいいかもしれないじゃないですか。でもそれが、知ってる人がおって自分のお母さんが縫ってくれたとかっていうのってやっぱりそんなに捨てないじゃないですか。やっぱりそれはすごい大事なことだと思って、純粋にあの数十年前単位でも同じ服を着る年数って2倍ぐらいあったんですよ。それが どんどん短くなってしまって、まあ、捨てられていくっていう。本当は服ってもっと着れるはずなんですよね。破れたり穴が開いたり、まあ、しても直そうと思えば直せるんですけど、多分そうなる前の段階でものすごい量の服が不要のものとされてるなっていうのを思っていて、なんか本当はものすごい身近なもので毎日着なきゃいけないですし、肌にこんなに触れてるようなものが何者かもわからないようなものになってしまっているというのはものすごい違和感があったんですよ。今回そのコロナのタイミングで EC サイトでの販売を OK にしたんですね。それまではカート形式で買うことはできなかったんですけれども、 EC サイトで服が買えてしまうっていうのは背景みたいな部分ですとか、お取引先の方が伝える思いのようなものを全く無視しても買えてしまうようなことを考えて、でそれはもともと自分たちがやりたかったこととはものすごい乖離してしまうんじゃないかって思ってたんですね。それで、まあ、どうすればいいかなっていうのを考えて、 EC サイトでも背景がしっかり伝わるような仕組みを作ろうと、解説サイトへのリンクを貼っていただくことを条件に EC を解禁したという。もっとね、なんか身近なものだったって言ったら言葉が正しいかわからないんですけれども、なんかもう少し近い存在だったような気がしていてですね、まあ、言ったら昔は既製服とかなかったので、近所の人が縫ってくれたりですとか、それこそ親が作ってくれたりですとか、まあ、もっと近い年代になると、まあ、服自体もっとこう大事に買ってたような気がするんですよね。その知らないことが必ずしも悪だとは思わないんですけれども、知る機会っていうのはやっぱり物を作っている以上は伝え続ける必要があるのだろうと思ってやっているという感じです。